にちは、福岡の神谷治療院の神谷です、当院にはですね、内臓疾患、他に自律神経失調症、その自律神経の乱れから来る症状で、よくあるのは耳鳴りとかめまい、あと不眠とかね、そういった症状もあるんですけれども、そういった症状の時に、治療をして、よくしていくっていうのも大事なんですけれども、前提としてですね、実は結構なんていうのかな、知っておいてほしいことが、ありまして、何かというと、実は耳鳴りとかめまいとか自律神経系の乱れとか、あとは気分がちょっとうつうつしてしまうとかっていう場合でもね、あり得るんですけれども、何かというと、こういったメガネ、こういう矯正器具ですよね、これが合わないがために、体の、方にエラーが起きて不調が起こってくるっていうことが結構あるんですね。特に目っていうのは、この外界、この外の情報っていうのが画像で脳にバーンときますから、非常にここが、なんていうのかな、メガネが合ってなくて負荷がかかってると、こっちの方でちょっとやっぱエラーが起こしやすくなって、結果いろいろな全身症状とか自律神経症状を出してしまうことが多いんですね。で、実際にうちに来られてる方でも、メガネ、めまいとか耳鳴りする方があって、メガネをかけてる人がいたらば、これいつぐらいに作ったんですかってお伺いして、で、3年、4年ぐらい前ですっていうなってると、もしかしたら合ってないかもしれないですよとかね、そういうことをお話しして、僕の知ってる信頼できる健眼師さんに、検眼のお願いしてもらって、そうすると、大概めちゃくちゃずれてるっていうことがね、多いんですけれども、それでメガネをまたレンズとか、あとはこうメガネのフィッティングですね、そういうものを変えてもらうと、体調が良くなってくるんですね、そうすると正直治療する必要がなくなるという、そんなこともあります。他にも、矯正器具で、あるのが歯列矯正ですね。歯列矯正をしているがために頭の骨が歪んで、耳鳴り、めまい、頭痛、不眠、そういったいろいろな症状が出る場合というのも結構あります。その流れで、夜ね、マウスピースをはめて寝るとか、そういうふうに指示されている方も多いんですけれども、そのマウスピース自体が一応こうね、しっかり合わせて作ってあるはずだとは思うんですけども、人間の体っていうのは年数ごとにやっぱどんどん変わってきますので、同じずっと最初に作ったマウスピースを使っている方も結構多いんですね。そうするとマウスピースをはめると体がまたねじれる、歪む、頭の骨も歪むっていうことが起こってくることも結構多いです。うちの治療院ではそれを、お話でね、そういうことがありえそうな場合には、一回調整してある程度体をねじれとか整えた後に、またメガネかけてもらったり、マウスピースをしてもらったりします。その時に合ってれば歪まないんですけれども、合ってない場合っていうのはまた体がねじれたり、頭の形がぬんよんって変わってきたりとかっていうことが結構あります。なので、耳鳴り、めまいとかね、いわゆる不定愁訴系の自律神経系の症状でお悩みの方は、まず矯正器具をもししていたら、それが今自分に合ってるのかどうかっていうのをチェックしてみてください。はい、本日は以上です。最後まで聞いていただきありがとうございました。